ニール・マギル・ゴー・サッチは、アメリカ合衆国の裁判官、合衆国最高裁判所陪席判事、アメリカ合衆国司法時間保、連邦第10巡回区構想裁判所判事を、歴任した。アメリカ合衆国憲法の解釈では、原意主義、司法上文主義の立場を取る。1967年8月29日、デイビッド・ゴー・サッチとアン・ゴー・サッチ・バーフォードの息子として、 コロラド州デンバーに生まれる。母の暗号察知は、共和党所属の弁護士で、ロナルド・レーガン政権下で女性初のアメリカ合衆国環境保護庁長官を務めた人物である。メリーランド州のカトリック系学校を卒業後、コロンビア大学に進学して学士号を取得する。コロンビア大学では毎週発行の学生新聞でコラムを執筆していた。1991年、 ハーバードロースクールでホーム博士号を取得。後に第44代アメリカ合衆国大統領となるバラク・オバマはハーバードロースクール時代の同級生だった。1991年から1992年までコロンビア特別区の連邦巡回区構想裁判所判事デイビッド・センテルの下で事務官を務め、1993年から1994年に かけては、連邦最高裁判所判事バイロン・ホワイトと、アンソニー・ケネディの下で働いた。1995年からは、ワシントン DC の法律事務所で弁護士として勤務し、1998年には、事務所のパートナー弁護士に昇格した。2004年には、オックスフォード大学ユニバーシティ・カレッジで、ジョン・フィニスから指導を受け、法哲学博士号を取得している。2005年に、 事務所を離れると、ジョージ・ W ・ブッシュ政権下で、アメリカ合衆国司法省の主席副次官補に就任し、2006年まで職に止まった。2006年、定年で引退するデイビッド・エベルの公認として、ブッシュから連邦第1巡回区構想裁判所判事に指名される。オバマ政権の医療保険制度オバマケアが、否認薬、器具を保険の適用対象に加えたのに対し、 サ作地は、中絶を認めないという宗教上の理由で、事業者が適用を拒否することを可能とする、控訴裁判決に関わった。2017年1月31日、アントニンスカリアが2016年2月13日に、死去し、オバマ政権下で、共和党上院院内総務、ミッチ・マコネルが、選挙の年の公認判事任命は控えるべきと、承認を引き延ばしていた光景について、 新たに就任したトランプ大統領から最高裁判所判事に指名された。上院での承認が難航したため、マコネル院内総務は、上院の単純過半数で審議し最終採決に持ち込める、要上院規則を変更し、4月7日に承認された。4月10日に49歳の若さで正式に就任、1年2ヶ月ぶりに最高裁判事の空席が埋まった。就任以降、 心境の自由や同性婚などに関し、クラレンス・トーマスと並ぶ、保守派として影響力を強めたが、トランプ大統領の司法への批判に対して、士気がそがれる、がっかりすると語ったことが伝えられた。ありがとうございます。